旭川北の大地の皆さんです。ご紹介します。2011年からこのお祭りに参加させていただいていた旭川北の大地は今年の3月に解散し、チームの活動を終了いたしました。ですが大好きなカミスぶっちゃけ祭りにどうしても参加したいというメンバーの思いがあり、カミスぶっちゃけ祭り限定でチームとして復活し参加させていただきました。カミスぶっちゃけ祭りへの参加は今回で最後になってしまいますが、精一杯楽しく踊らせていただきたいと思います。それではどうぞ。カミスぶっちゃけ祭りにお越しの皆様、おはようございます。旭川市からやってまいりました旭川北の大地です。ただいま、お話ありましたが、私ども、今年の2023年の3月をもって解散をいたしました。先ほど冒頭ですね、開会式で、10回目ということで表彰いただいて、最後出たかったなと思いながら解散をしたのが3月のことでした。お声掛けいただいて、もう一度出れるということで、もう二度とこの衣装を着ることないと思っていたメンバーをかき集め、そして前方にいますが、私たちを長年パートナーを組んできた旭川戦勝太鼓の皆さんとフル体制で、今日臨んでまいりたいということで、カミスに戻ってまいりました。もう本当に今日しか踊りません。ぜひですね、皆さんのここに残る演舞を届けます。温かいご声援のほどよろしくお願いします。この死後に失いし鼓動、絆を胸に光求めて、大地2022演舞桃園歌は無情に
ありがとうございました。